こんにちは、あやです。今回はじゃーん、業務スーパーでたくさん購入してきたので購入品を紹介していこうと思います。それではレッツゴー。はい、今回は業務スーパーでの購入品の動画2回目になるんですけど、今回は冷蔵庫の野菜がほとんどなくなってきてて、必要な野菜とかをメインで買ったりとか、あとはもう必要な水だったりとか油とか必要最低限のものが多いんですけど、よかったら最後までご覧ください。ではまず野菜からいきます。チンゲン菜78円。チンゲン菜は炒め物しても美味しいし、お味噌汁とか入れてもすっごい美味しいので、安い時はいつも買ってます。小松菜98円。ピーマン1袋98円で2袋買いました。エンドウ85円。どんどんいきます。えのき78円。ぶなしめじ98円。こんにゃく37円。こくうまウインナー138円。あ、キャベツ1玉158円で買ったんですけど、もうちょっと4分の1食べて他のものをもう切っちゃってしまってるので紹介できないんですけど、キャベツ1玉158円でした。ハーフベーコン3パックで138円。ロースハムも3パックで138円。次は業務スーパーって感じのものなんですけど、冷凍されてるオクラ168円。前回行った時は冷凍のオクラの切られてるものを買ったんですけど、今回はちょっとこの一本丸々で冷凍されてるものを買ってみました。この冷凍ブロッコリー148円。あ、これどちらも 500g ずつ入っています。ブロッコリーはお家でのご飯でも食べたりもするし、あとお弁当にもいつも入れてるので、今回は業務スーパーで初めて買ってみました。こちら肉団子160円。これ前回行った時買いたかったんですけどなくって、今回行った時はあと5袋ぐらい残ってたので、よっしゃと思って買いました。なんかこの肉団子業務スーパーの中でも人気みたいなのでずっと気になってて、でこれも 500g 入っています。これはもう油で揚げられているもので、まあ、調理例としては野菜炒め、カレーとかシチュー、中華風、鍋物とかに使えたりするみたいです。お弁当にも入れれるかなって思っていろいろ調理して食べてみたいなって思います。で次、これ初めて買ったんですけど、パンケーキ398円です。なんか最近チンとかでパンケーキ食べれたらいいのになって思ってて、ちょうど見かけたので買いました。なんか前回はワッフルを買って美味しかったんですよ。同じの買おうかなと思ったけど、せっかくやったら業務スーパーいろんなものがあるから違うの買ってみようと思って買ってみました。あ、こんな感じなんや。こんな感じで2袋に分かれて入ってるんですけど、5枚ずつパンケーキが入っています。これの調理例としては、オーブントースターでもできるし、フライパンでもできるし、あとは電子レンジで普通に 500W で2分チンしてもいいみたいです。千切り大根68円。これは 100g 入っています。焼き海苔245円。私最近めっちゃキンパ食べたくて、なんかキンパとかそういう海苔巻き寿司とか作って食べたくて、ずっと思ってるのでちょっと焼き海苔買ってきました。まだ他の具材とかも揃ってないし、そういうのも買ってきて巻き寿司とかキンパとか作ってみたいなと思います。チャーハン92円。これ前回も購入したんですけど安いし、私お昼一人の時とかはこういうチンしてできるチャーハンとかピラフとか好きで、ローソンとかのものとかもセブンイレブンのものとかもすごい好きなんですけど、そう、業務スーパーのものが一番安いので一つだけリピートで買っておきました。もう本当チャーハンとかピラフとかも大好きすぎていつでも食べたいです。ごま油184円。キャノーラ油198円。ごま油とサラダ油がもうほとんどなかったので買ってきました。ポッカレモン108円。炭酸水37円。これ 500ml で37円、めっちゃ安い。私は普段ジュースか水を飲むことが多くて、でもジュース飲みたいけどジュース飲みすぎてもなんかいろいろ気になる点とかもあるし、レモネードとかも大好きなので、なんかこれとこれでレモネード風みたいなの作れるかなと思って、あと蜂蜜とかでと思ってちょっと買ってきて、もう飲んだ結構飲んでるんですけど美味しかったです。またちゃんと家でレモネードも作ってみたいなって思います。次ジュースなんですけど、マスカットジュース72円。これももうちょっと飲んだんですけどめっちゃ美味しい。私マスカットのジュースが本当に大好きで、72円でめっちゃ安いし買いました。マスカットオブアレキサンドリア果汁使用で 200ml あたりビタミン C1 日分って書いてます。果汁は 10% 未満なんですけど、ちゃんとねマスカットの味がしてもう美味しかったです。至福のひとときです。これなんだ。牛乳167円。牛乳は旦那も大好きやし、あとはミルク風のご飯とかこうちょこちょこ作りたいなって思うので牛乳は買っときました。あと 100% オレンジジュース1本45円を2本買いました。
か編集してる時とかジュースとかめっちゃ飲みたくなるんですよ。なのでそういう時のためにもうこういう紙パックのやつをこうチューってすぐパッて飲めるのがめっちゃ好きで、普段はあんまり買わないようにしてるんですよこういうのは。だけど業務スーパーの安いしいいやと思って2本買いました。次はこちら天然水なんですけど、これは1箱6本入ってて段ボールで買いました。で6本で294円です。私も旦那ももう水を一番よく飲むんですよ。まあ私はそもそも水分あんま取らないんですけど、旦那はほんまに水をすごく飲むので、そうこの2リットルの水は必需品です。なのでいつも段ボールで買ってます。カットトマト缶78円、これはホールトマトの缶もあったんですけどカットのトマト缶を買いました。まあ、カットトマト缶はあればこうさってすぐにこうトマト風のパスタも作れるし、鶏肉を煮込んでトマト煮込みとかもできるし、ミネストローネとかスープでも使えるし、もうあればめっちゃ便利なので一つ買いました。ミートソース78円、これはもう今日ご飯作るのめんどくさいなっていう時、ちょっと出かけた日の夜とか楽したいなっていう時に助けてもらうためのものを一応買っときました。次はこちらふんわりケーキチョコレート88円、これ初めて買ったんですけどこういうのが5個入ってます。これはめっちゃ食べやすい感じでした。なんか口当たりとか軽いけどちゃんとチョコの味もするし、こうケーキ感っていうの、こういうプチケーキ感とかもあってめっちゃ美味しいです。でもね軽いからこそ1個じゃなんか物足りなんてなったりもするんですけど、これは美味しかったです。5つで88円やからめっちゃ安いなって思います。中はねほんまにもうこんな感じのケーキです。あともう食べちゃったんですけど、ミニクロワッサンチョコレート味5個入りが88円のも買いました。ポリンキー68円、生梅飴78円、これは前回も購入したんですけど、これが家にあるとなんか食べたい、なんか口に入れたいっていう時にこれがあったらなんかああよかったってなってたからまた買いました。あと日清のデカうま濃厚醤油ラーメンかな、カップラーメン98円のものを1つ買ったんですけど、この買い物を昨日行ったんですよ。今日は月曜日なんですけど、昨日日曜日に旦那と一緒に買いに行って、その後にもうその旦那がそのラーメンを食べてたのでもうないんですけど、そのラーメン98円で結構大きめのカップラーメンなので安いなって思います。あとはちょっともらったんですけど普通に美味しかったです。あとは今回エコバッグを持っていくのを忘れてしまったのでレジ袋を2つ買って各5円だったので2枚で10円でした。家に袋いっぱいあるのに本当にダメですね、ちゃんと持っていかないと。はい、以上が今回業務スーパーで購入したものになります。前回業務スーパーでの購入品を紹介した時にコメント欄で皆さんのおすすめのものを教えていただいたんですよ。本当にありがとうございます。今回ね購入したくてそのコメント欄とかを見ながら見てたんですけど、最低限買いたいものとかで結構もうカゴももう山盛りになったし、水もあったし、冷凍庫も違うスーパーで買ったもの、今お肉冷凍庫いっぱい保存しているのでもう入らないなと思ったので、ちょっとね買いたかったチキンナゲットだったりとか、あとひき肉とか、あと冷凍餃子とかも教えていただいたんですけど、今回はちょっとね断念したので、今度は最低限買うものが少ない時に行って、こう業務スーパーの皆さんおすすめのものだったりとか、業務スーパーっぽいものっていうかなとかをもうちょっとね見て買っていきたいなって思います。でポップコーンも教えてくださった方がいらっしゃったんですけど、ポップコーンがね見つけられなかったんですよね。あと他にもねいろいろ教えてくださった方本当にありがとうございました。またちょこちょこ行くかなって思うので、もし皆さんのおすすめとかあったらコメント欄で教えてください。はい、最後まで見てくださってありがとうございました。よかったらグッドボタンやチャンネル登録もよろしくお願いします。インスタやツイッター、楽天ルーム、あとは最近 LINE ライブを始めて、今のところは毎日1日1回以上は生配信しているので気軽に会いに来てくださったら嬉しいです。概要欄に貼っているのでよかったらその他の SNS も見てください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。